皆さんおはようございます。ペリューディスター小澤です、えー。昨日中継明けで J リーグの取材に出ていたもので、しかもね、かなり雨風強い中で、かなりハードな取材をしていたもので、動画すぐに上げれなかったんですが、えー、この週末土曜日に行われましたラリーガサンタンデルの第28節セルタとレアルマドリーの一戦について改めてお話ししたいと思います。まあ、とても素晴らしい試合で、 セルタがアグレッシブに出たからこその好ゲームだったと思いますが、1、3マドリー勝利の試合についてお話ししていきたいと思います。まずは両チームのスタメン振り返りましょう。左青セルタ、右アウェー、レアルマドリー、黒で作ってます。セルタからいきましょう。ゴールキーパービジャール、ディフェンスラインウーゴ・マジョ、アラウホ・ムリージョ、アーロンですね。中盤、セルタは特徴的な菱形ダイヤモンド、アンカータピアで、 えー、インテリオールにブライス・メンデス、ノリート、トップスター、デニス・スアレス、えー、イヤゴ・アスパスとサンティミナという4 4 2の、えー、夫人です。一方のレアル・マドリーですけれども、ゴールキーパー、クルトは ディフェンスライン、日はフは4バックできました、ルカス・バスケス、バラン・ナチョ、フェルラン・メンディ、セルヒオ・ラモスは前日の練習途中で、えー、頸い骨、少し打撲したということで、大事を取ってお休みということになりました、中盤ですけれども、風見色、戻ってきて、モドリッチ、クロース、鉄板ですね、で右にバルベルデ使って、ベンゼマ・ビニシウスという、今日は4 3 3の布陣で、1ました。 はい。序盤からの展開ですけれども、まあ、セルタは、えー、エドワールド・コールで監督になってから、この中盤、ひし形でかなりアグレッシブに攻守で、前向きに出ていくというサッカーをしてます。なおかつ、まあ、中盤がね、ダイヤモンドでかなり中に人裂いてますから、まあ、そういう意味では、えー、中央でゲームを作る、あるいはプレッシングで言うと、えー、中側で、まあ、中央で取って、そのままショートカウンターっていう狙いがありますので、まあ、マドリーとしては外循環でボール回した方が、 序盤はいいという展開でしたが、まあ、やはり2トップに対してバランナチョがそのまま同数になってしまうのでマドリのボールの逃げどころ、まあ、サリダ・でバロンのところで言うと、まあ、基本的にはルカス・バスケスかメンディのところが浮いてくるとなおかつまあセルタのシステムとの組み合わせからすると彼らがビハインドになって。 えー、基本的にはボールつけることができますので、えーまあ、そこからどう侵入していくか一方でセルタがどうプレッシングかけていくかという展開にはなりましたが、まあ、セルタはこういった時には、えー、中盤のインテリオール右であればブライス・メンデス、まあ、左であればノリートが、まあ、自分たちのクロース・モドリッチ基本的には見てますけれどが、まあ、そこからそのまま。 出ていくと。まあ、こういうプレッシングで、その時にはタピアが自分の持ち場捨てて、モドリッチについていくと。まあ、ボール周辺でマンツーマン作るみたいな、え、守備をします。まあ、そういう意味では、間取りが序盤からかなり、まあ、プレッシャーをまともに受けて、マンツーマンでどうする、球際では作られてましたが、まあ、ただ、序盤の間取り、前半の間取りはやはり、まあ、かなりいいバージョンだったんですが、 まあそういう意味で言うと、例えばこうやって後ろ向きで受けてもワンタッチ、あるいはまあこういう形で受けてもワンタッチで風見色に逃がして、まあそこからすぐに逆サイドみたいな展開がありましたので、やっぱりプレッシングを回避するときに、まあ足元で受けたらこういうところでサンドされたりしますので、まあそこをパンパンと剥がせるモドリッチ、風見色、クロースの中盤の3人、 まあ彼ら3人がいることでやはりプレッシングを回避したというところでいうと、まあ、チャンピオンズリーグのアタランタとのセカンドレグでもそうでしたし、まあ、かなり序盤は、えー、セルタもかなり良かったと思うんですがアグレッシブに入ってただそれをやっぱり簡単に回避してしまって一気にこう、えー、オープンな展開に持っていくとで、まあ、前線で、まあ、もう少しビニシウスが、まあ、ベンゼマとツートップ気味で編成した方が面白いかなというところは中継でも言いましたが、まあ、基本的に張っていてもビニシウスが。 1>, まあ1対1作ったときには、どうしてもセルタとしてはもう下がる、押し下げられますので、まあ、そうするとこういうスペースが空いてきますから、まあ、マドリーとしては、えー、攻撃、えー、うまく作れたとは思いますので、まあ、序盤はかなりマドリーペースで、まあ、結果的に得点は、まあ、クロースの、まあ、素晴らしいパスを、まあ、あそこ3人ぐらいいましたよね、クロースがドリブルで持ち上がったときには。 えー、タピアもいたのかな、まあ、そこに対してクロスが、まあ、こういうところを3人で抜いて、ベンゼマが、まあ、右でコントロールして、右に置いて、こういうシュートでというところで20分の先制弾、まあえー、30分の追加点に関していうと、ム、え、リージョ、まあ、から、まあ、そもそもアーロンがちょっとバックパスしたところは中継でも言いましたが、ちょっと気になりました。まあ、前向ききあるいは横に展開できたところを もうかなり詰まっていまだマドリーが攻め残りして、えー、かなりモドリッチもクロースも残っているところにパスしましたので、ムリージョ、無理以上タピアと入ったところ、クロースが引っ掛けて、ベンゼマ、そのままフリーでシュートという2点目になりましたので、まあ、セルターとしてはちょっともったいなかったですね、2点目の特に形は。まあ、ただ、セルターのプレースタイルは、まあ、ボールを、えー、最終ラインでも保持する、プレッシングでいうと、 非保持でいうと、今みたいに説明したみたいに、えーまあ、前線からツ、まあ、トップ当てて、マンツーマン気味に人ついていくっていうところですので、まあ仕方ない部分もあるのかなと、まあえー、セルタの、えーまあ、攻守、ボール、保持非保持を上回ったマドリーを褒めるしかないかなという前半でしたが、えー、40分にフリーキックで、えーまあ、デニス・サレスのボール、サンティミナがフリーでヘッドで決めたことによって、まあ、後半は少しセルタが持ち直したかなという部分はあります。 まあ後半はセルタペースで進みまして最終的にマドリーガダメ押しの得点を奪うのは、まあ、アディショナルタイム94分でしたからアセンシですねまたアタ,アタランタ戦同様に出てすぐに点を決めるというところでいうとアセンシをしっかり結果を出しているので、まあ、先発が、ね、少し。 え落ちが続いていてベンチスタート続いてますがまあそういう中でも出てからしっかり結果出すところはまあ選手にとってもチームにとってもプラスの材料だとは思いますので間取りかなりいい形でまた仕上がってきたなとまあかなりソリッドに強い間取りいいバージョンが戻ってきたなというところはありますのでまあこれで代表ウィーク挟んでまあ特にモドリッチがねえまだクロアチア代表の 主力で呼ばれて、ね、ここからまた、えー、カタールワールドカップの、えー、欧州予選始まりますのでかなりハードにどこも3試合ぐらいですか、えーまあ、スペイン代表もそうですけれどもあるので、えーね、怪我だけには気をつけて帰ってきてほしいなとは思いますが、まあ、とはいえやっぱり、えー、序盤から説明していたようにやっぱりセルタがいい形でプレッシング特に入ってきたんですが、まあ、それを回避する術を、まあ、術というか人 まあクロース、モドリッチ、カゼミーロ、まあ、この3人がいれば間取り、しかもこの3人がいい状態であれば、間取り相当強いなと、たぶんチャンピオンズリーグリバプル相手でも、今日のような、このセルタ戦のような、あるいはねアタランタ戦のような間取りであれば、えー、このカゼミーロ、えー、モドリッチ、クロースであれば、まあ、相当、ね、リバプルにプレッシングを受けるとは思いますけれども、しっかり回避して、 え前線のベンゼマビニシウスに運んで、まあ、そこからスピーディーに攻撃、えーまあ今,ね、今、今シーズンずっとなかなかカウンターも打てないそれから遅攻でもなかなか相手崩せないというような攻撃の。 えー、課題は長く続いてましたし、ベンゼマ以外に得点取れないっていうところで言うと、まだもしかするとね、えー、課題かもしれませんが、とはいえ、まあ、ベンゼマが良すぎますから、まあ、試合後もやはり、えー、このベンゼマがフランス代表に呼ばれないことを理解できますかみたいな質問が次男監督に飛んでいて、えー理解、理解できるはずないよねみたいな、ははは、みたいな苦笑いしてましたけれども、まあ本当に、 ねまあ、モドリッチもクロースもベンズもみんな30歳を超えてもうベテランの域に達してますが、えー、まだキャリアハイこれからあるんじゃないかなと今がキャリアハイじゃないかなというぐらい本当にいい状態ですので、まあ、この間取りであれば本当に楽しみですしき、まあねえー、今日もラモスがいないという意味では、まあ、もちろん、ね、こう守備のところもそうですしチームとしてのリーダーシップ声かけのところも えー、不安要素はあるんでしょうが、まあ、やはり、ね、代わりに入ったナチョ素晴らしかったと思いますし、まあ、最近でいうと、えー、ラモス不在の影響を感じさせないぐらいにチームが、えーまあ、かなりいい状態になってきたらなというところはありますので、えーまあ、しっかりと勝って、えーまあ、マドリーとしては、ね、ラ・リーガのタイトルもまだアトマドリーと、まあ、アトレシコ・デ・マドリーも勝利しましたので依然、勝ち点6差ではありますが、まあ、残り10試合。 えまだまだバルセロナもいい状態ですし、えー、この3つ、えー、3チームによるラ・リーガのタイトル争いは最後まで、えー、もつれるんじゃないかなという意味ではマドリー、しっかりとねこれからも勝っていかなければいけないとで、まあ、このあこのカレンダーで言うと、まあ、マドリー、これでリーグ戦は7試合負けなし。 でえーまあ、プラスセ、き、えー、今日のセレタ戦で8試合か8戦負けなしでリーグ戦来てますし、まあ、チャンピオンズリーグ含めると10戦負けなしで、まあ、1月末のレバンテ戦で、ね、負けた以来、えーまあ、2月、3月はずっと負け知らずできてますし、えー、代表ウィークを挟んでのエイバル戦があって、まあ、その後にリバプール、エル・クラシコ、バルセロナリバプールとの ビッグゲームが3試合続いてますので、まあ、ここでかなりシーズン左右するんじゃないかなと思いますので、まあ、その4月上旬の大きな1週,1週間3試合に向けて間取りしっかりと、まあ、本当に、ね、代表メークでどうなるか分かりませんし、まあ、ラモスもおそらく、まあ、打撲程度なので今日からスペイン代表に合流して多分スペイン代表の試合にも出ると思いますが。 まあ各選手のコンディションは気になるなと。まあ、強いて言うと、ね、えー、南米の予選がえー延期になりましたので、えー、南米の選手たちはまあ代表に呼ばれることがないということで、少し休むことができるのかなというのと、まあ、ベンザマ、ね、こ好か不こうか、まあ、レアル・マドリーにとっては、ね、こ、え、う、ー、でポジティブで、フランス代表に呼ばれませんので。 しし、まあ、しっかりりとととコンンディションを整えるるこががででできるという意味で、えー、非常に今後が楽しみな、えー、マドリーではありました、まあ、ただ、セルタも、ね、中継でも何度も言いましたが、コーデ監督になってから非常にいいサッカーしてますので、えー、こういうチームがラリーが、えー、中堅クラス系ですけれども、いてくれることは非常に、ね、こう見てる側にとってもいいことだと思いますし、やっぱりセルタが出ていったからこそ、今日の、えー、今回の。 好、えー、ゲーム、アグレッシブな、ね、ある意味でプレッシングかけ合うみたいなところもありましたので、まあ、逆に後半はマドリーがプレッシングかけれずに、セルタに完全に支配されましたので、まあ、そういう,、ね、こうマドリー相手に果敢に出ていって、なおかつゲームを支配できる、まあ、そういう中でアスパスやノリートのようなベテランが、やっぱりうまさ、ポジショニングのき、ね、め細かさ、見せてくれるという意味では、えー、非常にこういうチームがいることによって、ラリーガの魅力がまた増すなというような。 ゲームでした。まあ、以上、試合のレビューでした。また次の動画でお会いしましょう。アスタラプレクシマ。